バッターボックスは戸野間和人。投げました。内角。2球目。打った。サードゴロ。アウト。戸野間和人倒れて3アウト。7回の表、ブルーウェーブ、わずか3人で攻撃を終えました。ライオンズ、ラッキーセブンの攻撃に入ります。吉井正人、そろそろ疲れが見え始めてきたか。この回の攻撃は6番和田和弘から。バッターは6番レフト和田和弘、背番号5。振りかぶって投げました。ボール。見逃した。ストライク。ボール。打ち上げた。ファースト落下点。取りました。これでワンアウト。バッターボックスにマクレーンを迎えます。マクレーン、本日2度目の対決です。ワンアウト、ランナーなし。第1球、空振り。タイミングが合いません。振りかぶって投げた。外側に外れた。投げた。行ったか。どうか。レフトオーバー。ランナー二塁でストップ。見事なツーベースヒット。迎えるバッターは柴田。同点のランナーを返せるか。ボール。投げました。詰まった。セカンド落下点に入りました。アウト。ツーアウト。バッターボックスは高木宏之。ツーアウト、ランナー二塁。同点のランナーを返せるか。投げました。まっすぐできました。二塁へ。アウト。スリーアウト。西口、すでに体力の限界か。さすがにそろそろ交代でしょう。ブルーウェーブはクリーンナップ3番ブラウンから。ここで井原監督動きました。ここでマウンドに上がるのは後藤。ブルーウェーブはクリーンナップ3番ブラウンから。バッターは3番レフトブラウン、背番号23。引っ張った。ファーストゴロ。アウト。これでワンアウト。迎えるバッターはシェルドン。先ほどの打席は三振に倒れています。アウトカウントはワンアウト。投げました。空振り。手が出た。カウントはワンダッシング。投げた。ギリギリいっぱい。
投げた、ストライク、3球三振。シェルドン、これで3打席連続三振。バッターボックスに伊藤礼三郎を迎えます。ツーアウト、ランナーなし。投げました、打った、ショートゴロ、アウト、スリーアウト。ブルーウェーブが2対3でリードしています。吉井正人、さすがに疲れが見えてきました。ライオンズ、この回は下位打線からです。バッターは9番、ここでレオン監督出てきました。背番号4、ここでマウンドに上がるのは山口。ライオンズ、この回は下位打線からです。高く上がった、面白いところに飛んだ、ランナー二塁を狙う、サードへ、セカンドへ、アウト、ワンアウト。迎えるバッターは松井和夫。松井和夫、ワンアウト、ランナーなし。投げました、打ち上げた、レフトへ、ランナー二塁を狙う、ランナー二塁でストップ。見事なツーベースヒット。バッターボックスに尾関を迎えます。同点のランナーを返せるか。二塁牽制、アウト、これでツーアウト。一球目、内野ゴロ、一塁へ、アウト、これでスリーアウト、チェンジです。8回の裏、ライオンズわずか3人で攻撃を終えました。この回の攻撃は6番副島から。今日は3打数1安打。指名打者副島、背番号1。投げました、打った、ショートゴロ、アウト、ワンアウト。バッターボックスはオーティズ。今日は3打数2安打と当たっています。空振り、カウントはワンナッシング。フォーク、投げました、ストライク、3球三振。オーティズ、全く手が出ない。次のバッターは進藤。投げました、低め、投げた、抜いたボール。3球目、ストライク、3球三振。進藤、全く手が出ない。西武ドーム球場、9回の表を終えまして2対3。ライオンズはこの回3番宮地から。バッターは3番、ここでレオン監督動きました。背番号58、
ここで勝利の方程式のためにマウンドに上がったのは萩原淳、抑えのエースです。ライオンズはクリーンナップ3番宮地から、ライオンズ最後の攻撃となるか。抜いたボールストライク1。見逃した、ストライク。投げました、詰まった当たり、面白いところに飛んだ、セカンドへ、ラッキーなポテンヒットでした。ライオンズ、さあここでバッターはカブレラ、一打サヨナラのチャンスです。一塁牽制、セカンドへ、投げた、打ち上げた、センターへ、アウト、セカンドへ、ワンアウト。ライオンズ、さあここでバッターは山田太郎、一打サヨナラのチャンスです。投げました、インコース、カウントはワンダッシング、二球目引っ張った、ダブルプレーに取れるか、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレー、試合終了。勝利投手は吉井正人、萩原淳にセーブポイントがついております。負け投手は西口、2-3ブルーウェーブ、辛くも逃げ切りました。本日は西武ライオンズ対オリックスブルーウェーブの試合をここ西武ドーム球場よりお送りしました。We'll be right back.